日本の影響を強く受けた町だから、米国の州都で日本文化を模倣した公園が着工され歓喜の声。アメリカカリフォルニア州の州都として約170年の歴史を持つ都市サクラメント、かつては日本からの移民がカリフォルニアに向かう際の中心地で、日本人街も存在していたなど日本との結びつきも強いこの都市で、100本以上の桜の木が市民を迎える公園、通称花見ラインの建設工事が先月から始まりました。ありがとうございます。お話によると、アメリカのカリフォルニア州の州都であるサクラメントにおいて、花見ラインという通称で知られる桜の木が植えられる公園の建設工事が先月から始まったということですね。このプロジェクトによって、市民たちは100本以上の桜の木で彩られた美しい公園を楽しむことができるでしょう。桜の木は日本との結びつきや歴史的な背景を持ち、かつて日本からの移民がカリフォルニアへ向かう際の中心地として機能していたサクラメントにとって特別な意味を持つかもしれません。このような公園の建設は、都市の景観や環境において美しさや癒しを提供するだけでなく、人々のコミュニティの結束を高めたり、文化的なつながりを促進する役割も果たすことがあります。花見ラインの建設工事が進展していく過程で、地元の市民や関係者は桜の木を楽しむためのイベントやお祭りを計画するかもしれません。また、公園が完成した後は、多くの人々が訪れ、桜の美しい花を眺めながら散策やピクニックを楽しむことができるでしょう。サクラメントの花見ラインは、都市の景観に鮮やかな彩りを添え、日本との結びつきを象徴する特別なスポットとなることでしょう。この公園は日本の花見文化から着想を得ており、公式ホームページでは以下のように紹介されています。毎年春になると、人々は桜の木の下に集まり、自然と生命の美しい儚さを祝福します。日本ではこの文化は花見と呼ばれ、多くの家族連れが公園でピクニックをしたり遊んだりくつろいだりするのです。素晴らしい情報です。公園の公式ホームページによると、この花見ラインは日本の花見文化から着想を得て設計されているようですね。花見は日本の伝統的な行事であり、春になると桜の花が咲く時期に行われます。人々は桜の木の下で集まり、美しい花とその儚さを楽しむために集まります。花見は一種の祝福の儀式であり、自然と生命の営みを称える機会でもあります。公式ホームページの紹介によれば、この花見ラインの公園では、春になると人々が集まり、桜の木の下でピクニックや遊びを楽しむことができるようです。家族連れが一緒に過ごしたり、くつろいだりする場所として活用されることが期待されています。このような公園の設計は、日本の花見文化の要素を取り入れることで、地元の人々にとって親しみやすく、文化的なつながりを促進する役割を果たすでしょう。公園を訪れる人々は、日本の花見文化を体験しながら、自然との調和や美しさを感じることができるでしょう。花見ラインの建設が進み、公園が完成した際には、地域の人々や観光客にとって特別な場所となることでしょう。花見の文化を通じて、さまざまな人々が集まり、春の美しい桜の下で共有の時間を楽しむことができるのです。完成予想図でも、桜の木の下にレジャーシートを敷き、多くの人がくつろぐ様子が描かれており、やはり日本の花見のような過ごし方が想定されています。なお、愛媛県松山市と姉妹都市を結んでいることから、園内には松山通りも作られる予定です。松山市にはサクラメント通りがある。1989年に市政100周年を記念して主要通りに命名した。この件を CBS や FOX ニュースなどが大きく報じ、特に地元サクラメントの人々から歓喜の声が殺到しています。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。早く完成してほしい。今から行くのが待ちきれない。日本の公園みたいにピクニックが楽しめる環境だったら、さらにクールになると思う。 WOW、 これは素晴らしい。日本の芸術は自然を題材にした時により美しさを増す。間違いなく素晴らしい公園になるさ。サクラメントに日本の雰囲気を持ち込もう。ほんと楽しみ。素晴らしい公園になりそう。サクラメントの日本人コミュニティはどの程度の規模なのかふと気になった。まあ、そんなちょっとした好奇心はさておき、私も含めて
日本文化を体験したいと思いつつも、なかなか足を運べない人にとっては最高の場所だろうね。日系人の人たちは強制収容が行われる前も後も、サクラメントバレーの農業の発展に貢献してくれたよ。ゴミとかテントで埋め尽くされる未来が見える。そうして投資したお金が無駄になる未来が。ちなみに娘は大阪にある桜の木の下でプロポーズされた。自分はワシントン DC で育ったこともあって、花の中で桜が一番好きなんだ。でも DC の方がサクラメントより安全だったかな。市街地の道路の車線の多くはテント村になってるし、超クールじゃん。サクラメントにはもっとこういうアイデアが必要だ。先に解決すべき問題を解決しないと、他の公園同様に安らげる場所ではなくなっちゃうよね。ポートランドの真似事だな。知らない人のために伝えておくと、日本はポートランドのウォーターフロントに文化活動の一環として桜の木を送ったんだよ。超クールで、リバーフロントの美しいアクセントになってる。地元の人間としてすごく楽しみ。桜の木の下で弁当を楽しみたい。この写真みたいな吉野が見られると嬉しい。ポートランドやワシントン DC も日本の桜で有名だけど、あの規模になるにはかなり時間がかかりそうね。また花見ができるなんてかなり興奮してる。しかも今度は家の近くで、この公園が完成するのが待ち遠しい。問題が起きないように対処することは大事だけど、日本文化を取り入れて多様性を向上させて、街を美しくすることとは切り離して考えないとね。素晴らしいアイデアだと思います。予定地は今、治安がいいとは言えない状態。もしかしたらこの公園が完成したら、もっと安全な場所になるかもしれないわね。花見は日本の文化、そしてサクラメントは歴史的に日本の影響を強く受けてる都市だからね。残念ながらその事実は長年にわたってずっと隠されていたけど、サクラメントにあったジャパンタウンには L ストリートと M ストリートの間の4番ストリート沿いに花見ラインがあったんだ。インスタグラムのとあるアカウントがサクラメントのジャパンタウンの破壊についてこの前投稿してたのを見たよ。サンフランシスコみたいに日本庭園とかもあればいいのに、その中を散策できたらきっと最高だと思う。本当に待ちきれない。ワシントン DC にいた頃は機会がなかったんだけど、その後に日本で2年間暮らす機会を得られたんだ。基地にはたくさんの桜が植えられてたから、風が吹き抜けるとピンクの雪が降ってるように見えたよ。良いアイデアだ。だがまずは街を清潔にしようか。日本に行けないならせめて、サクラメントで日本を感じよう W。とてもいい計画だとは思う。だけど他の都市からクールな部分を模倣するだけじゃなく、何か自分たちで構築することはできないのだろうか。サクラメントに日本の文化が戻ってくるのは素晴らしいことだ。未来の人たちが、先人はよくやってくれたと思ってくれるような、そういう公園を作れたら最高だね。